ブラじゃないよ。繋がるんかな。これ、うわでんでんでん、なんだこれ。どうも柴です。これなんや、とんかつ定食500円、日替わり定食500円ということで、はい、ちょっと調査しに行こう。ここここなんかすっげえなこれ。ナルトやヨカイチ、しげちゃん弁当営業中。ちょっとなんかブラじゃないよ。行こうか、とりあえず行ってみよう。あ、これやとんかつ定食500円。いやでも柴さんこれ、なんかこれすごそうやな。1800円、ワンコインの日じゃないの。あ、柴さんが大きいの食べるから、うん、僕はあのワンコイン行くから。ほうほう、どれ行くの。ハマチのズッキーニ。今これ触りたくて触りたくて仕方がなかったんけど、繋がるんかな。10円入れたら、こっちは多分繋がんで。これ味あるよ、これ。これすごいね。すごい、基本的に全部安いんだね。そうだね、何でもできる。ビリヤードもできんねんで。ビリヤードダーツやけどね。あ、ダーツや。これ久々に見た。僕も久々に見たで。うわ、込めたいと思う。うん、めっちゃ冷たい。ところで、うん、めっちゃ使ってるやん。めっちゃ使ってるよ、締めて。あ、そこから操作できるようになってんやん。あ、涼しい。やっぱ仕事中楽。めっちゃ楽で、会社行ってなんて言われた。うるさいって言われた。うわ、でんでんでん、なんだこれ。何やら様子がまたおかしいですけども。すげえな。どういうことですかね。僕ワンプレートって聞いてたんですけど。ワンプレートじゃないですか。いや、ご飯別でしょ。だいぶ来るよ。はい、うー、そうでしょ。ちょっと舐めてた。これ大盛りじゃなくて丼って言ってんの。ちょっと待って、様子がおかしいんですけども、まず見てこれ。すごくない。何がどうなってんのっていう感じじゃないですか。こんな見たことないね。いろんな種類のものがあると。揚げ物天国。ほんでね、僕大盛りにしたんですよ。これ大盛りっていうか丼って言うね。でお味噌汁と。安定だね。ちなみにルーちゃん何頼んだ。ハマチのお作り定食な。僕が食べたかったやつやな。ちょっとよ、これ500円やね。めっちゃ入ってるね。めっちゃ入ってる。で、あんたもかい。えい、そうだよ、僕米大好き。分かっとるわ。ってことで様子のおかしいね、ワンプレート見ていきましょう。こちらにメンチカツがおって、これがおそらくとんかつかな。ここにコロッケがおって、ここにエビフライ、はい、ね、はい、で、唐揚げ、でこの下におるのが、これはなんだ。これはね、おそらく白身魚のフライかな、うん、でね、多分まださらに下におるわ、うん、ちょっと分からへんから、とりあえずちょっとずつ食べていこう。そうやね。ではいただきます。はい、柴さん大好きタルタルソース。タルタルソースはね、もちろんエビでしょ。もちろんじゃないですか、僕エビめっちゃ好きやねんで。エビだけ助けたのか。あかん、エビはあかん。いただきます。どうぞ。うん、これ、うわ、でっかいエビ、うん、すごい、うん、ほくほく、うん、うまっ。昼から豪勢やで。デブになったよね。うん、エビの尻尾、顔でめっちゃいい。んなら、次は、はい、唐揚げ食べちゃうよ。安定の唐揚げね。はい、うわ、ええ音してるわ。うん、お昼かこんなに食べていいの僕。いいよ、うん、もう冬漫画でもない感じになりましたよ。うん、漫画盛りに近いぞ。これだけのかやね。はいはいはい、うんうん、これめっちゃ味しみてる、うん、美味しいです。これとんかつソースや。とんかつソースいきます。オッケー、じゃあこれいただきます。どうぞ。うん、最高でしょうね。うん、これね、めっちゃ美味しいから。サクサク音がすごいもん、うん、めっちゃ美味しい。で、油が若干ラードなんかな。ラードと香りがめっちゃうまい。もうメンチカツ、これ何やらいっぱい入ってるよ。うまそう。うん、めっちゃしっかりですよ。うん、油がじゅわっと。僕にはダメだ。うん、
うわこれ、おいしい。しばさん、からしあるよ。からし最高。なんかわかる？味変。うん。いただきまーす。いそういそう、昼の定食屋に。ちょっとね、わさびを。うん。結構分厚いよ。なあ、色もいいし、おいしそう。ちょんちょんして、いただきます。ほう。きたー、おかず一口でご飯5杯いこうと、ご杯ちゃうな、持ってお宅どんだけ口でかい、それもしかして食いながら飲んでるの？うん、すげえ。いつもおかしいな思っとってん、ようそんなマンドラになれへんな思って。すげえ。出てきた出てきた、この白身魚やっと出てきたよ。タルタルソースがいるじゃないか。本当にかけすぎやろ。いや違うでしょ、白身魚の裏にはタルタルソース大量かけんでしょ。うん、うん、うまそう。白身魚のフライめっちゃ好き。これささみかな。あ、続いてチキンカツ。チキンカツはね、ソースですね。これさ、いっぱいありすぎてさ、うん、ちょくちょくつけていかんと大変なことになるからね。いつもの味や、チキンカツ。ゆうちゃん、僕汗かいてきたよ。なんで？チキンカツ、めっちゃおるよこれ。タンパク質、タンパク質、タンパク質。え、これでいい？うん、衣が刺さる。すげえ。コロッケちゃん、コロッケはオイスターソースです。はいはい。え、やっぱりこの、この男、野菜結構入ってる。野菜全然生きよれへんな。野菜が。ホクホク。コロッケでさ、うん、塩コショウちょっとかけるやん。このな、コショウの感じがめっちゃ良くない？それはすごいわかる。なあ、うん。まだあと7いけんな。このゾーンでちょっと休憩するわ。うんうんうん。ポテトサラダ好きやねんか、こういう、うんうん、形の残ったポテトサラダ。うん、うんうんうん。サラダも。ワンプレート多くない？多いね。ひじきも入って。これ僕めっちゃ好きやねん。うん、わかる。あと筑前煮も入って。これは小松菜のおひたしかな。ほうれん草だね。これ基本でしょ。そうやね。それは非常によくわかるよ。ね。ちょっとだけね。減してる。そうやな。そうやな。うん。量的にどうですか？めっちゃんこ多いっす。多いですか？何を考えたらこんぐらいの量になったんですかね。いや、まああるもん見ないで。やっぱり、やっぱり。らしいです。すっごい暑い感じが。僕の作業とかしたのか？それだけやめて。リタイアするわ、それ来たら。人の着てた空調服ほど着たくないものはないで、うん、なんでよ、おかしいな、おかしいな、顔とその服だけにしとき、キレと色違い着てきやがって。インスタで風芝さんが着てたからポチって買っちゃいましたってな、結構あって、あのこんなん言っていいかわからんけど、かわいそう。なんでよ、まあ、かわいいやん。芝さんと服のセンス同じで。サラダのシーザーソースか、なんかすごい好き。いいよね。うん、けど野菜食ってこの満腹感はやばい、うん、僕さ、目ちっちゃいやん、お腹いっぱいになっちゃってさ、目ちょっと大きくなってるって言われて。時間に覆ってる僕しか知らんことが、芝、うん、さんって意外とまつげめっちゃ長い。それピューラーせなあかんのじゃないですか。ピューラーやったっけ。ピューラーちゃん。あ、ピューラーか。ピューラーカーブカフェや。食いもんのことばっかりやな。これ最後にとんかつ持ってきたけど、それなんや。んまた甲物のエビだけ残してからに食べていい。いいよ。あれ食べよ。食べようか。あれどうした今日。空気読め。お砂糖で食べよう。いつも軽いな。いただきます。はい、今30メートル走したら確実に終わるな。しかも中途半端な数字やね、30メートル走って。あ、ご飯が入っていた。やばい。あの、僕こうなんと仕事なんで早くしてもらえますか。だから空気読んで、今日めっちゃ早いやん。早いね。めっちゃ頑張ってるやん。それでも言うか。そんなに仕事急いでないっていう。最
一緒に言えや急いでる言うたやん、ちょっといいかな、すいません、すいませんって言いながら、うん、僕めっちゃ味噌汁ご飯好きやん、ね、僕めっちゃわかる、うん、めっちゃうまいやんのこれで、僕ね、あの味噌汁かけご飯するときって、うん、味噌汁冷たい方が好きなんですよ、そうかき込めるからまた量の話か、いかに量を取るかじゃないですか、僕はその体維持してんとかもんな、もう落ちひんでやめんで、これならいける、お豆腐結構入ってんね、はい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 、ごちそうさまでした、悲しい味変や言うてて、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、残ってたほら、その野菜、あ、食べてまいよった、持って帰るわ、持って帰ってもいいよ、皆さんの体心配、持って帰ってもいいよ、それ、完全に追い込んでるよね、僕のこと追い込んでないよ、手だけやで、開けてどないすんの、それあの、ごめんパクんなや死んじゃう、帰ろ帰ろねちなみにね、はい、こののれんはたまたまあったんで、たまたまこそでした、犬よここはトイレではありません、ワン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 、キョンシーね、ワン呪ってる、バカ野郎くんじゃねえよごめん出る、え、なんでバッテリーなんですか、話題だけで、あ、ここの電気がバッテリーってことですか、これね、ほう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 、あ、なるほどね、ほうほう、これは何で充電してるんですか、バンにあの充電器で、電気代あの安く買えたら、うん、そんなことになるそれ直でいいんじゃないですかなんかけどやりたい気持ちは分かる、うんうん、大人のロマンというか、ね、ちなみにこの看板さっきのお父さんが自分で作ってんて言ってたね、うん、この辺見ると、うん、そうやね、うん、いやでもうまいこと作ってるよっていうことはこっちも作ってんねっていうことはこれも作った、それはないわ、ないかな